プロフェッサーいいですか。やれやれ。いいんですか？何？お腹が減ったよ。ゴースト。うわっ！なあ。全身の関節逆側に曲がるようにしてやろう。おい。八神。何？なんだ？なんだと？車崎。
私たちを仲間から引き離すつもりだったようですね。ですが、場所を教えれば彼らもすぐに駆けつける。無駄だと思うぜ。何？ここは通さねえぜ。おまわりさんの到着を待つんだな。あっち、あっち来て。なあ、イエーイ、今夜のゲグが始まるぜ。ときめくハートはエンジンのビン、恋した相手はアスファルト、ファーストキスは死の味さ。ランツーデイ、レッツゴーバルハラ、カモンエンジェルズ、あの世まで飛ばしていこうぜ。イエーイ。まさか、足止めを。応援は来ない。諦めろ、子が。プロフェッサー、私はあなたの能力を非常に高く評価しています。え？何突然。あなたへのリスペクトの気持ちは本物です。だから戻ってきてほしい。でもあんた、お母さんを人質に取って脅迫してきたでしょ。点滴に毒を入れるとか、そんなこと言ってたよね。あれは悪い癖です。あなたが裏切りはしないかと不安だったのです。は？いいですか、プロフェッサー、考えても見てください。仮にあなたが将来一般社会に出たとして、その能力は正当に評価されるでしょうか。いや、その可能性は限りなく低い。出る杭は打たれる。それが表の世界の現実だ。あそこはお互いに足を引っ張り合い、叩き合う醜い世界。だからこそ、皆同僚や上司に対して角が立たぬよう、嫌われぬよう、常に
仮面をかぶって過ごしているんです。そしてそんな風に身を潜めていても、あなたの高い能力に目をつけ刈り取ろうとする者がいつか現れるかもしれない。あなたにはそのことがよくわかるはずだ。他の誰よりもね。そうでしょう。プロフェッサー、表の社会で仮面をかぶって生きていく限り、その息苦しさは永遠に終わることがないでしょう。だが我々とならば、あなたはあなたの力を存分に発揮し、誰に気を使うこともなく自由に生きていくことができる。そして我々もそんなあなたの力を必要としているのです。だからプロフェッサー、我々の元に戻ってきてほしい。生きていく限り人と関わることは避けられない。そんなこと分かってた。ん？分かってたけど、目を背けてずっと逃げてたんだ、あの日からずっと。だけど八神さんは言ってくれた。私には勇気があるって。勇気？だからもう逃げないことにしたんだ。子が、糸倉は心を決めたらしい。お前の言葉はもう届かない。俺はこの子のその決断を全力で支持する、顧問としてな。だから糸倉は返してもらうぞ。残念です、所詮はガキ。何を言っても無駄だったようだ。無理強いをするとパフォーマンスが落ちるので、口説き落としたかったのですが、仕方がない。ヤガミ、お前を殺して糸倉コトコをもらう。そのガキは一生私たちの道具として使わせてもらうぞ。やっと半グレらしくなってきたじゃねえか。死ねえ、ヤガミ。どっからでも来な。
おのれ。八神さん、遅くなったな。あの本田いうやつに手こずってしもうて。あれ、もしかしてもう片付いちゃった？八神さん、すべて終わったんですね。ああ。八神さん、こいつらどうするの？そうだな、警察に突き出すとプロフェッサーのことが発覚するかもしれないな。沈めるか。なあ、冗談ですよね。沈める必要なんてないよ、八神さん。プロフェッサーとして神経品同盟とやり取りしていた記録は今すべて消したから、警察に突き出しちゃって大丈夫。え、証拠はすべて抹消済みってわけか。となると今やプロフェッサーは都市伝説だな。都市伝説。確かに、裏サイトに願いを書き込むと叶えてくれる人間がいるなんて、警察が信じてくれるとは思えませんね。正体を知っている人もごくわずかですし。さて、海に沈めるか、警察に突き出すか、どっちがいい、子が？こっちは通行止めだぜ。くその。もう日本など捨てる。俺の次の拠点は海外だ。あいつ泳いで海を渡るつもりか。そういえば昔水泳部だったって言ってたけど、水泳に青春を捧げたって語ってたっけ。明日あたり水死体として上がってこなきゃいいけど。結局自分から沈みに行くなんて。俺は負けないぞ。覚えてやがれ、八神。みんなのおかげだ、すべて終わったよ。コトコ、よかった。一倉先輩、また一緒に部活できますね。みんな、もう分かってるよね、私がみんなに何をしていたか。ごめん、私責任は取るから。責任？糸倉さん、どうするつもり？私のやったことは許されることじゃない。だから学校を辞める。そんな、学校を辞めてそれでどうするつもりなの？まだ決めてない。専門学校にでも行こうかな、バイトでもしながら。それでどこかの会社に就職できたらいいかな。一応スキルはあるし。そんなの嫌です、やめないでください。ごめんね、さくら。糸倉、お前がいなくなってしまっては困る。いや、悲しい。でもけじめはつけなくっちゃ。じゃないと私は前に進めない。待てよ。何？俺はお前のこと恨んじゃいねえ。むしろ感謝してる。お前のおかげで俺は走る喜びを思い出せたんだからな。そもそもお前を鹿として
文化祭実行委員をグダグダにしたのは俺たちだ。お前が責任取って辞めるってなら俺も辞める。そうじゃなきゃ筋が通らねえ。な、何勝手なことを。そうだよ、その通りだよ。私たちみんなでコトコを追い込んだんだもん。コトコだけが責任取るなんておかしいよ。コトコが辞めるなら私だって辞めるからね。ちょ、あんたまたバカなことを。バカなこと言ってるのはコトコだよ。なんでわかんないの。みんなコトコが悪いだなんて思ってないんだよ。それに八神さんたちのやってくれたことを無駄にするつもり。高梨さんの言う通りだよ。糸倉さんが僕たちに悪いと思って辞めるならそれは違うと思う。そうだよ糸倉、みんな責任はあるんだ。つか俺たちの方がよっぽどクソだよ。お前とちゃんと話し合えばよかったのに。ただしかとして。すまんかった。会議ではなんや発言もせんでポテチばっか食っとって。ん？それと態度も悪かったかもしれへん。せやからあんたはやめんでええと思うで。糸倉さん、学校にいたって前に進めるはずだよ。ここにはあなたを理解してくれる仲間がいるんだから。いいの？本当に？糸倉、学校に戻ってこい。みんな、わかった。ありがとう。八神さん。おう。ええ。レイちゃん。仕方ないな。うん。ねえ。天沢、thank you。